松坂公園グラウンドは、三重県松阪市と野町にあるグラウンド。施設は、松阪市が所有し、野球、ソフトボール、サッカーなどで使用される。1949年竣工内野に、石段のスタンドがある。同県通市に本社を置く、株式会社、コイサンズが、命名権を所有しており、2012年7月1日から513、 ベーカリースタジアム松坂の故障を用いている。契約は2015年6月30日まで。コイサンズは命名権取得後、佐々木和弘を招いた子供野球大会や伊がフットボールクラブクノイと三重県の女子小中学生がサッカーで対戦する女子サッカースペシャルチャレンジマッチを開くなどしていた。コイサンズとの契約はその後2018年6月末まで更新されたが、 2018年7月1日以降の更新は行わなかったため、新たに松坂市内に本社を置くソフトウェア開発会社で、市内で喫茶店兼街角博物館、竹輝道案を運営する情報システム JT 株式会社と3年間の命名券契約を行い、2018年7月1日より施設の愛称が窒息道案モーモースタジアムとなった。なお、 松坂公園グラウンドでは、現在、公式野球の試合を行うことができないが、過去には1951年、中日球場が、火災による全勝で、使用不能となった影響で、中日ドラゴンズが、同年9月22日に主催試合として、対国鉄スワローズ15回戦を本球場で振り替え、開催したことがあった。2013年4月27日には、連合三重が、 命令の集会を開催、主催者発表で2000人が参加した。ありがとうございます。